やっぱそこはこだわりたいじゃん。マギノちゃん、5月なのに花粉症？ずいぶん大量のマスクね。おー、いや、これはボア対策。最近ケモキャラばっかやってるからさ。まさかの防塵マスク。ドキドキ思うよ。私の最後は肺に毛が詰まって死ぬのかなって、でもやめられないんだよね。わかるわ。私は本当はいろんなコスプレをしてみたいのに、気づけばクローゼットが和物ばかり。偏るよね。バキコも角とか牙とかあるキャラばっかりだよね。そうだな。こないだなんてさ、イベント帰りやけにジロジロ見られてるなと思ったら、付け牙取り忘れてたよね。気をつけなよ。いや、あんたも耳つけっぱだよ。そうそう、怖い話といえばさ、これ怖い話だっけ。こないだイベント終わった後、部屋でくつろいでたらさ、風呂場から弟の悲鳴が聞こえて見に行ってみたら、つけ置き洗いしたまま忘れてたウィッグが浴槽に。それ完全にホラーだよ。私も前洗ってリビングに干しといたウィッグがテレビに落ちちゃってて、完全に貞子。なになに、ずいぶん盛り上がってるね。あ、どなた。いやだな、アキトだよ。あ、すみません、コスプレしてなくてもかっこいいんだ。じゃあ俺からも怖い話を一つ。いや、だから怖い話大会じゃないんだけど。ウィッグの抜け毛で浮気を疑われるって話はレイヤーの間でよく聞くけどさ、俺の場合毎日家のどっかに男物のジャケットとかがかかってるわけよ。家族は俺がコスプレしてることは知ってるけど、まさか男装とは思ってないし、あんまり深く突っ込んで聞いてこないからさ。いつの間にか家族の間では、せめて革ジャンの男だけはやめといたら。は？俺、さまざまなジャンルの男たちと七股してることになってたよね。しかしリリエルちゃんはまだ悩みなんてなさそうだね。え？肌もツルツルだし、可愛いし、スタイルもいいし。くどくな！そんなことないですよ。悩みだらけで。私、背が小さくて胸だけあるので、あんまり世間的に想定されてない体型というか、サイズの合う服がこの世に存在しないんです。あー、よく聞くね。コスプレもいろいろやりたいんですけど、体のラインが出ない衣装だと太って見えるので、だから私多分一生露出の多い服しか似合わないんです。でも恥ずかしくてできない。よしよし。でも今日の服可愛いじゃないか。これは有識者が選んでくれたので。何？今日だけチートです。有識者か。いや、有識者って何？普段はどんな感じなんだ？写真とかある？有識者に送ったのが、やっぱりサイズ合ってないですよね。サイズとか以前にクソダサい。無邪気なピースが切ない。けど言えない。